最初申し上げました人間のその精神的な変容が必要だっていうことなんですね。自分で今それってなかなかできないでしょ。もうそれしかないんです。そこまで追い詰められますよ。どうせ例えばもう原発が50何基ありますけども、あれが全部稼働して、あれはもう耐用年数が20、30年でほとんど来ますよね。で、あれがメルトダウンして修理もできない、日本は住めなくなります、結局追い詰められて住むところがなくなるかもしれないし、それはもう事実として、ね、人口が減るのもはっきり分かったですね、数字で。はいはい、うん、それは分かりますね。それと同じぐらいの、確実さで日本は住めなくなります。これはもう何年後ぐらい、例えば仙台原発は、あと8年ぐらいで廃棄物の置き場所がなくなります。なるほど、燃料が。そう、はい、それだけでももう大変なことですけども、ここでまた地震津波が起これば、福島と同じ状況になります、だから何年ぐらいで地震津波はもうだんだんね増えてるような感じではありますよね、だからそれが起きなくてももう限界まで20年20、30年でなるわけですよ。そんな状況であっても幸せであることが大事なんですよ。だから外的な環境というのはもはや手のつけようがないんです、どんな状況であってもそこにおる人たちと幸せに、ね、暮らせる精神性がなきゃいかんわけです、そのことに気づかないかんわけですね、その幸せとは何かということに対して、だから準備できることといえば、もしですよ、今なぜそんな状況になってしまうかというと、そういう状況を作ってしまう原因はおそらく劣等感、この社会はとにかく劣等感を持ってハングリー精神で頑張るんだと、相手に勝つんだ、集団でねオリンピックでも優勝するんだみたいな、根拠にあるものは自分たちはまず貧しいんだとかね、劣等感なんですよ。劣等感を植え付けて、そしていじめも劣等感が原因ですよね、そして幸せを先の方に置いたりする、そのことが現実を厳しいものにしてしまってるわけですよ。それで、物覚えのいいバカになってしまう、そういう人間を社会の中枢に置いてしまう、集団でも自分たちの劣等感を刺激しない人間を集団の代表にしようとするみたいです、それが安倍総理みたいなのが総理大臣になったり、どこでもそうでしょ、ね、なるほど。でたまたまそこの代表みたいになったら、その途端に何か勘違いしますよね、自分の皆さんの意思は自分が大、自分が力なんだみたいな勘違いして、そしてまた次の集団と手を握って、自分を持ち上げた集団を裏切ると、そこにあるものは劣等感なんです、劣等感を克服しなきゃいけないんですね、で私がやってきた私にも自身にも劣等感があったというのは気づくんですね。そしてその劣等感を克服する、あるいは抗ってないような人間が上がっていく感じで、私が実は私の中にも劣等感があって、それが例えば、職員であれ他の議員であれ刺激してきたんですよ。建前言葉では当然直すべきだろうって言いながら、多分私も劣等感のか何かに突き動かされたというような気がしますよね、結局のところは劣等感同士が共鳴するんですよ、それで彼らの劣等感を刺激するから結局反対されるわ、で反対されてる理由も私がまたビラ配るわ、そうすると予定外余計劣等感を刺激するわというような状況が生まれるわけです。そういう状況が生まれるからあんまり良くない、良くないですね、だから私自身が劣等感を克服してなきゃいけなかったんです、どういう劣等感、だから何ていうのかな、焦燥感みたいなかもしれない、これ超えなきゃいけないんだみたいな、おいて幸せじゃないわけですよ私自身も。例えばこの戦後の教育なんかで、特に日教祖なんかが言ってきたことなんだけど、競争させちゃいかんと、それにつながらない、それもですね、劣等感があるから競争させちゃいけないっていう話になるわけですよ。劣等感から競争させるものと、そうではない横峯さんみたいなあのやり方だったら劣等感につながらないわけです、根っこに劣等感があるものは全て悪くなるんです。運用の仕方になるわけですね。運用の仕方。何をするかではないです。それぞれの仕方なんです。それを突き動かす時の精神性なんです。
そこを直せば劣等感を感じずに子どもたちは競争すべきできるわけですね、うん、励みにすることができるわけです、うんうんうん、それをやらせ方であって決まりではないんですね、うんうん、なるほど。だから私たちも自分自身からですね、その多分あの横峯さんもどっかに劣等感があってて、役人やあの PTA のお子さんたちの劣等感を刺激したことがあるんだろうという気がしますよね。それはいっぱいありましたよね。そうですね。それに対する態度なんですよ。態度、うん、自分の態度、自分の態度、自分の心理的な態度なんですよ。劣等感っていうのは感ですよ。から感じるね、うんうん、そこなんですよ。それはあのなんていうのかな、やっぱり貧乏してきた、うん、あるいはそのね、馬鹿にされた、いろんなことがあの積み重なって、そのことが原因だと自分実際には認識して、頭では認識してるかもしれないけども、うん、本当はそうじゃなくて、そうされたことに対する自分の態度なんですよ。態度、うん、あの時悔しかったな、悲しかったなっていうのとちゃんと対面していれば消えてるんですよね。大したことじゃないんですね。で今から竹浦さんはどういう人生を、いや分からない、だからそれも含めて、今幸せですよ、うんうん、この幸せ事情です。だからその何も考えずに、考えない状況に近づいていこうとしてますね、やっぱり。